はい、皆さんこんにちは。はい、今日は安藤裕二の日でございます。はい、はい、ラジオマンです。そうですね、はい、もうジャックって言わなかった最初、うん、はい、うん、はい、ということで、うん、安藤くんがラジオマンになってからもう随分ね、たくさんのね、ラジオアップしておりますけど、ね、はい、ものすごいですよ。もう今有名人になりましたね。もうね、前のね、日のやつにも言ったんだけど、うん、なんと安藤くんが街中でリスナーと会って、うん、俺より先に握手してます。そうね、あれはすごいよね、うん、それだけ有名になってきたってことですね。はい、さあ、そういうことで安藤くん、はい、ね、今日のテーマは何になるかちょっと私は分かりませんが、まあ、とりあえずね、うん、号令の後ね、はい、号令に行くと、はい、今日もお風呂あって、今日は、ね、夜髪の毛を切りに行くと。そうですね、ね、これは何だっけ、治験じゃなくて何て言うんだっけ、カットモデル、そうそうそう、いいですね。私なんかの白髪とも切ったってカットモデルにならないからよくないんだけど、まあだけどね、やっぱ髪の毛って身だしなみっていうだけじゃなくてさ、うん、爽快感も不愉快とかあるじゃん。そうなの。そう考えちゃうとね、俺ね、坊主頭ってね、一番ね、爽快だなと思うんだけど、うん、世の中で坊主頭をしてるじいさんがいたら、そういう人ね、うん、ちょっと危ない人だと俺思っちゃうんで、うん、私はやりません。はい。ただ短いのは好きです。そうですね。若い頃はもうすごく挑発だったんだよね。うん、あ、時間経っちゃって、いきましょう。それで行きましょう。はい。安藤裕二のラジオマン。俺が失敗する。はい、ということで、はい、今日どうですか、なんかテーマ。そうですね、まあ、テーマとしては、うん、まあ、コロナ政策と、あとはまあ行政批判、うん、これについてちょっと僕がね、すごくね、いろいろ思うことがあるというか、真面目な話だ。そうなんです、ちょっと吠えたいなっていうのがありまして、いいよ、うん、とにかく政府とか、まあ、行政とか、まあ、このコロナのね、うん、騒ぎをなんかいろいろやってるじゃないですか。あれあれで、やらなきゃ当然ね、文句言われるわけですよ。そうだね、でもやったらやったで文句言ってるって、これどうなんだよっていうのがね。それは言えてるね。そう、うん、だって例えば去年のアベノマスクなんかは、うん、マスクないってさ、みんな並んで、で、買うか、またすごい高かったじゃないですか。そうよ。で、その時に、じゃあ、マスクを配布しますってやったら、今度はさ、いや、こんなマスクじゃ意味ねえよとか、税金の無駄遣いとか。韓国は何万円くれるんだけど、そう、ね、日本はマスクだと。そうそう。言われてたよね。言ってたでしょ。で、でもさ、国民全員に給付金をしっかり出したじゃない、うん、安倍さんの時。そうだよ、うん、そう。で、今度出すってなったらどうなったかっていうと、ああ言ってて、金持ちにはいらないとか、ああそう、あと生活保護にはいらないとか、うん、ね、この誰々にいらないとかね、一律給付今度否定しやがったの。そう。で、今になってさ、一律給付しろってさ、これどういうことだと、ね、僕は言いたい。うん、本当言いたいね、うん、だってそれでさ、じゃあ誰々にって審査みたいなね、基準があったらさ、うん、当然もらえない人はさ怒るよ当然、うん、でそれを調べたりとかいろいろやっていたら時間もかかったんだから、うん、一斉給付してくれたのは僕はありがたいと思ってる。本当、うん、で他にもね、そうだな、企業への給付、これも、うん、やっぱ GoTo だったりとか、あと補助金とか、うん、補償金いろいろやってるけれども、やっぱりそのもらえないとこだったり、まあ、もらえない人っていうのかな、うん、勤めてる人なんかは、そうするといや困ってるのはここの業界だけじゃないとか、うん、言い出して、で出すの金額が多すぎると、もっと他に回せで、うん、倒産したら倒産したで企業がかわいそうだと、政府は何もやってないっていうしさ、うん、もうね、こういうの腹立つね、イライラくるよ。そう、うん、最近はやっぱりマスク何会食じゃない、内輪会食、うん、あれ兵庫県がやったやつなんだけれども、やろうって言ったやつさ、うん、そうそうそうあれさ、バカだなと思うわけだけど、バカだよね、うん、まあもらえたら欲しいけどね、うん、そう、ただマスク会食をしろってしましょうって言ったさ、うん、菅総理だったり、あと大阪の吉村知事なんかはさ、うん、推奨したら今度叩くんだよ、うん、ところがマスク拒否が、うん、お店に強要されてマスクはつけないってやったら、それでまあ殴るのは悪いけどね、うん、ただそういう事件があると、うん、いやマスクつけてねえから悪いんだろうっていうさ、ね、殴ったのが悪いんだろうと言いたい、うん、そんな風に言ってたらさ、うちは会食とかさ、なんかじゃあ別の案をやろうかとかさ、うん、なっちゃうでしょ。だからどうも立ち上がるかというと、うん、殴るっていう行動あるでしょ、うん、あれに否定的な人間じゃないんだよ、うん、要するに小さい頃から鉄拳で、うん、親だって学校生だってさ、うん、ね、やっぱり子供に手を挙げたの、うん、でそれが悪いと思ってなくて、うん、そうやってもらったから強い自分ができたと思ってる人間、うん、で悪いやつは殴らないと分かんないやつは分かんない、うん、だからよくも動物もさ、犬が殴って答えちゃいけない、うん、叱っちゃいけないって言うけど、あれは間違いなんだよね、うん、殴らないで犬やなんかにね、うん、教えられたらいいけど、うん、殴らざるを得ない時もあるの、うん、悪いことをした時、うん、
だからそれを考えた時にね、例えば暴力を振るったからっていうだけでは、うん、まあね、振るわない方がいいよ、うん、他の解決方法があればいいけどね、うん、それだけでは否定はできないんだけど、うん、とにかく周りのその否定してる方の人間の方が悪すぎるってことは言えてるね。そうね、うんうん、まあ警察殴ったらそれは逮捕されてもしょうがねえなと思っちゃうよ。 それはしょうがない。だから、うん、法律上のもんでやりゃいいのよ、うん、そうそうそう。だってまあ俺は殴らないけど警察官は、うん、だって警察官殴ったって得がないから、うん、でも得があるんだったら殴るかもしれないし、うんうんうん、そこはね、本当みんなね考えなきゃいけないなと思いましたね。うん、そうね。まあ安藤君はね、少なくともね人を殴ったりするような人じゃないから。そうね。ね、まあいいけどね、うん、俺は人を殴ったりするような人だから。うん。あははじゃねえだろって言われたけど。まあでもね、こういうのを見るとさ、うん、ただね、行政とか政府を批判して自分が頭いいって思われたいだけなんじゃねえかと思っちゃうけ。そういうこと。だから言ってるやつだってさ、うん、頭いいと思われたりしたいやつがいっぱいいるんだよ。うん。ね、だからそういうのにね、うん、変な影響を受けちゃってね、うん、マスク警察やさ、うちは警察になっちゃいけないね。ね、だから俺マスクでさ会食するのを推奨するのはいいけど、うん、俺は絶対しないじゃん、うん、ね、でうちはどこが悪いのか分かんないよ。何が悪いの？いや、うちわでやっても効果ないとか、うん、そんなのに税金使うなとか、うん、そういう話らしいんだ。マスクだって効果ない、マスクの方が効果ないぐらい、うん、だから分かってないんでしょやっぱり。だから結局なんだろう、飲食店のパーテーションと同じようなね、うん、効果をあったらいいなって話やってるんだと思うけどさ、うん、ねえ、マスクはやれって言ったら批判するし、飲食店だってさ、うん、小さい声で喋るとか言ってて、うん、でついたてやってて声が聞こえない、うん、ね、だから昨日だっけ、うん、申し訳ないけど小さい声で喋ると声聞こえないんで、うん、外してくださいってちょっとだけずらしたね、うん、ちょっとだけで意味ねえんだよ言いたいけどだから僕は正直言います、うん、どんな風になったとしてもマスク解釈反対だし、うん、ね、要するにみんなで要するにさ集まって飲むための努力だったらうちはもう大事だろうし、うん、と思いますね、はい、ね、うん、そうね、そうそれぞれの意見だから、うん、なんとも言えないけどね、うんうん、まあ、あ、他に何かある、まあ、他に、うん、まあだからやっぱりね、ネットとかを見てるとね、やっぱりそういう人たちバカだなと思っちゃうんだ僕。そうね、うん、バカって言うとさ、バカにしてるだとかなだってしょうがないじゃんバカと思うんだから、しょうがない。だったらバカという言葉をさ、うん、禁止すればいいんだよ、うん、言ってないんだったら、うん、広辞苑から覗いちゃって、うん、バカは禁止ですよ、ヘイト用語ですよ、うん、韓国人に向かっては絶対に言わないでくださいとかさ、うん、日本人にだけ特定いいですよ、自民党には言えとかいうようなやつがいたらね、 いるね、いるんだよな、そういうの。そうそうそう、連だか方だか分かんないから、ああ、はいはい、枝だか野だか分かんない、伸びたじゃねえんだよみたいなやつがいるんですよ、うん、伸びたがかわいそうですよ、うん、枝伸びた、枝伸びた、はい、まあね、そんなこと考えていくとね、安藤裕二君の時も言いたい放題言ってることになっちゃうんだけどね、うん、まあね、やっぱりね、まあ、そのネットを見てるとやっぱりそういう、なんだろうな、お前らどの立場で言ってんだって言いたいね、うん、だから個人個人のことまで言うから人のこと言いたくなるんだよ、うん、ね、だってさ、俺たちがマスクしようとしまいと、コロナの注射受けようとしまいと、うん、どうでもいいじゃない、うん、勝手じゃん、ね、個人の自由じゃない。そう、最近になって急激にコロナの治療薬についての話はされなくなったんだよね。そうね、ワクチンの話ばっかりで、そうそうそう、大量殺人薬の話ばっかりになっちゃった、うん、だから僕らはそうなったら何の薬飲みゃいいかってこと分かってるから、それを処方してもらいます、処方してもらえば大丈夫、うん、だけどワクチンを打ったら、うん、それに対する対象がないから即死んでもおかしくない、うん、とか死んでるのもいるしね、いっぱいね。そうですね、公表されてないけどさすがに、うん、都合が悪いからね、うんうん、まあ、そんな感じでね、今日もねまたね楽しくラジオ撮ってますけど、はいはい、まあ皆さんにね最後に一言、安藤裕二君の代わりにね、はい、万が一ですよ、うん、コロナになったら、うん、コロナって認定されちゃうと医者の制限が出るから、うん、インフルエンザのような感じで対応してくれるお医者さんをね、うん、先に連絡しとく、うん、ね、それでタミフルかアビガン、まあ、タミフルだったら簡単だしくらいね、をもらってください、はい、これ実例も含めていっぱい治ったところいっぱいあります、うん、みんな治ってます、うん、ね、だからそういうことを含めたときに、それで治んない人もいるよ、うん、末期症状の眼科患者とかね、治んない人いるかもしれないけど、うん、それ以外にもね、喘息の薬だとか、あと有名なのは何の薬だったかな、うん、要するにいっぱいあるんだよ、うん、川崎喘息の薬とかね、はいはい、あと膵臓病の薬かな、うん、何で効くのかっていうのは細菌にアタックするから、うん、ね、要するにウイルスにアタックできないから細菌にアタックするんです、はい、そういうことを踏まえてね、皆さんが健康のもとにね、安藤君のラジオを、うん、毎週聞けること、はい、これがリスナーのね、皆さんにも言えてるね、最高のことですね、はい、聞いてますかリスナーの皆さん、本当ね、この間会った人もね、よかったらメッセージなんかちょうだい、ぜひぜひ、ね、はい、そうね、これからも仲良くやりましょうということで、はい、相変わらずの最近毒舌に完全に移行した安藤君のラジオね、そうですね、はい、それじゃあまた
ラジオマンで会いましょう。はい、さようなら。どうも。またね。